はい、それでは戻ってまいりました。ちょっと朝眠すぎてね、何も説明してなかったんですけども、今日はですね、刺し網漁っていう魚が泳ぐ場所に網を仕掛けて、そこに引っかかった魚をね、取っていくっていう漁法をやらせてもらったんですけども、今日はね、プレゼントでこの能登イスズミとテングハギをもらってきましたと。マサルチャンネルでね、ずっとやりたかった魚です。イスズミ、別名ね、ババタレと言われてます。どういう意味かと言いますと、うんこタレという意味ですね。釣った時にね、めっちゃうんこするんですよ、この魚で。しかも臭いと、いうことで、今本当にね、競りに出しても誰も買わないような非常にね、安値の魚となっております。ただですね、この沖永良部島ではイスズミの干物や塩漬け、これが郷土料理としてね、家庭でね、結構食べられてるんですよ。結構開けたら喜ばれる魚なんですよ。まあ、というわけでですね、早速観察していきましょうか。はい、今日はですね、この能登イスズミとテングハギですね。こいつは俺がサバイバルの時に取った魚と同じですね。でこの魚はね、尾翼っていう尻尾にね、刃物がついてるんで、これに当たるとね、めちゃくちゃ危ないんでね、釣れても皆さん迂闊には触らないようにしてくださいね。でも名前の由来は簡単ですね。ここに天狗の角みたいなものがあるから天狗ハギって言われてます。そしてですね、ここからはマニアな話になります。今日刺し網でたくさん取れたイスズミ、皆さん全部一緒に見えると思います。ただね、4種類います。こいつはね、能登イスズミ。顔に特徴的な模様があるのがね、イスズミと能登イスズミで、この顔だけじゃね、見分けつきません。見分けるときはこのね、背びれの数を確認してください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。ここはね、11本だったら能登イスズミ、13本だったらイスズミで、そしてですね、この能登イスズミとイスズミ以外にでもですね、南イスズミと天竺イサキっていうものが今日取れてました。ほぼね、全部見た目一緒なんですけど、能登イスズミとイスズミは過去冬だけ、南イスズミと天竺イサキはあんま美味しくない。皮がめちゃめちゃ硬いです。ということでですね、視聴者の皆さんに一生使うことがないであろうイスズミの知識を詰め込んだところで、さばいていきましょうか。はい、というわけでですね、さばいていくんですけども、これ、テングハギの方は鱗ないんで、まず鱗落とす作業は必要ないです。ちなみに、イスズミと、今たくさんしたんですけども、多分、波の人類だったら、イスズミとメジナですら見分けられないと思います。めちゃめちゃ似てます、イスズミとメジナも。ちなみに、メジナはイスズミより幾分かマシな味がしますね。グレーとかやって釣り人がよく釣りでね、磯釣りして釣ってますよね。鱗が取りやすい。こんなに鱗が取りやすくて島にいっぱいいるのに、なんで売れないんだ。ちなみに島に一番多い魚がこのイスズミっていう魚ですね。このイスズミを美味しく調理するレシピを開発して、もし売れるようにしたら僕はノーベル賞が取れるくらいの快挙だと思ってます。ただ島のおばあに食べさせてもらったイスズミの塩漬け、めちゃめちゃうまかったんですよ。これね、本当に冗談抜きで美味しかったんで、今日はね、それをね、再現したい。そして視聴者の皆さんにもそれを食べさせてあげたい。鱗はかなり取りやすいですね。反対側、こういう魚、ここお腹のここをね、取り残しがちなんでね、取ってあげましょうね。最近水産工場の人にね、鱗の落とし方とか教えてるんで、細かく説明しちゃいました。もうちょっと説明しようか。こっち側ね、鱗取ろうとすると背びれが引っかかってね、すごい取りづらいんで、こうやってこっち向きに取ってあげると取りやすかったりするし、あとはまあこんな感じ、持ち替えて逆手でこうやって取ってあげると、もう際までね、取れます。あとこことかもね、すぐ忘れる。尻尾のここね、付け根の部分。ちなみにですね、マサルはイスズミを自分でしっかり取ってしっかり食べたことがないんで、今日はめちゃめちゃ楽しみです。はい、それでは綺麗になりました。ちなみにこの魚ね、泳いでる時もめちゃめちゃいるんですけど、なんかね、取る気にならないんですよね。多分ね、川とかに遊びに行ってアメンボとか取りたくならないのと同じだと思う。なんとなく取らないじゃないですか、アメンボって、そんな気分なんだよね。じゃあ頭を落としていきましょう。これ内臓脂肪乗ってるじゃん。え、待って、この個体結構いいかも。うわ、めっちゃ内臓脂肪乗ってるとこいつ。やばくない？ちょっと待って、みんな、ちょっと待って、お前めちゃめちゃ個体値高いじゃん。これな、かなりいいイスズミですよ。内臓脂肪グーって乗ってます。やっぱり、ね、草食系の魚って消化するのに時間かかるんで、腸がね、超長いんですよ。はい、この腸がね、すごい長いから、もうなんかもうだんだんこの中で腐ってて、臭い匂いになっていくんですけど、臭くない、まあ、臭くないって言っても魚としては普通に臭いよ。めっちゃ個体値高いのこいつ。刺身でも食ってみよう。じゃあこうやって試合に傷を入れておきましょうか。こいつレベル高くない？これ背中の身も油乗ってんだけど、まあ、今日はテングハギは主役じゃないんで、パパッとさばいちゃいましょう。でテングハギもね、なんか塩漬けとか一夜干しにすると美味しいって聞いたんで、テングハギもね、同じ料理にしていきます。この骨硬いな。よーこんな硬い魚サバイバルカにさばいたな。褒めてあげたい。硬っ。
あ、こいつ油なしだ。この辺とか見たら分かりやすいね。今の時期はですね、岩に青さがいっぱい生えてるんですけど、青さをたくさん食べてますね、こいつは。おい、こんなコンディションいいイスズミ見たことないぞ。やばい、楽しみすぎる。うわ、うわ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 、油すごいじゃん。あ、ごめん、ノトイスズミだわ。誰も興味ないの、イスズミかノトイスズミか。みんな、これオープンしていい？ここ見てよ、なんやこの油。イスズミをあんまりさばいたことがないので、このイスズミがすごい個体なのかどうかっていうのは分からないんですけど、皆さん何度も言いますが、こいつ売れないんですよ。今1円の価値もない魚がこんなクオリティを見せてくると。うわー、すげーぞこれは。確かにうまそうじゃないか。で、これ片身を塩漬けにします。で、もう片身は刺身で少し食べてみて、残りは干物にしていきます。身はね、こうやって身と身を重ねて置いときます。こんなでかい天狗ハギもらったけど、臭かったらどうしよう。天狗ハギは皮が硬いです。天狗ハギとかみんな食べてみたいですか？マサルが臭い魚って言ってるシリーズ売ってほしいっていう声があれば全然売りますよ。怖いもの見たぞ。この臭さ、え、脂乗ってる。人によってはね、この天狗ハギのね、ちょっと磯臭さみたいな、この匂いが好きなんですよっていう人もね、いるんですよね。あんまいないですけどね。お腹周りちょっとだけ脂乗ってますね。匂いはどうでしょう。あ、臭くない、臭くない。前夏に食べた天狗ハギはもうこの便所みたいな匂いしたのに、やっぱ冬だな魚は。あ、全然臭くない。全然ではないな、若干臭いけど。この天狗ハギもコンディション悪くないですね。皮が硬いんでね、皮の裏からこうやって包丁を入れて、包丁の作り道を作ります。反対側も包丁の作り道を入れます。反対側で、はい、そしたら3枚におろし終わりましたんで、このまま塩漬けを作っていくんですけども、天狗ハギはですね、皮がねすごい分厚いんで、ここからね塩が入っていかないみたいなんで、天狗ハギはね皮引いていきます。多分ね手で剥がせると思う。手じゃ無理か、いけるやろ。そんな剥げそうなビジュアルしてて剥げないとかある？手では無理なので包丁で引いていきましょう。すごい色だね。普通に新鮮なんですけどね、お湯もんなのかな。で、一夜干しする用も皮引いていきます。さて、準備は整いました。では、こちらバットに大量の食塩をぶち込んでいきましょう。もうね、イメージはね、塩鮭みたいな感じです。あ、こういうの開けるの苦手や。あーが、イライラしてきた。塩を入れていきます。あとで塩抜きするんで、もうがっつり塩入れていきます。もう塩に埋めるぐらい。天狗ハギは入れ物がないので鍋に入れていきます。どうなるんやろうな。塩漬けまだ一回もしたことないんで楽しみですね。こんだけね塩を当てると魚の水分がめちゃくちゃ出てくるんで、それと一緒に匂いが出て余分な臭みが抜けて、ちょうどいいぐらいの味になるんじゃないかと予想しております。そしたらね、次ね、一夜干しを作る前にちょっと刺身味見してみましょうね。これ刺身ね、本当に美味しいと思う。ここら辺切ってみよう。背中の部分がうまいんですわ、魚は。初のとイスズミの刺身。え、うまいぞ。若干磯臭さがやっぱあるんですけど、嫌な磯臭さじゃない。嫌な磯臭さまでいってないから、ほんのり海が香ってくるぐらいの感じで、めちゃめちゃ美味しい。味もね濃厚、噛めば噛むほど魚の味が染み出してくる。めっちゃ美味しいじゃん。いや、これマッサルはめっちゃ好きやけど、大衆受けはしなさそうやな。そしたらこの黒糖醤油でね、いただきましょう。いや、これいや、めっちゃうまいぞ。どうしよう、こんなにさっぱりした魚と黒糖醤油めっちゃ合うな。めっちゃうまい。じゃあ皆さん、気が変わりました。こんだけ僕刺身で食べます。もうオフで食べます。美味しいです。で、干物にするんはこっち。そしたらですね、次一夜干しを作っていくんですけども、ちょっと濃いめの塩水に魚を浸して、身の水分を抜いて塩分を入れていきます。
サバイバルの時にマサルがよくやってたやつですね。ちなみに1回目のサバイバルは塩分濃度が薄すぎてめっちゃハエの卵を産みつけてあるちょっとウジが湧いてる身を僕食べてました。すごく嫌な気持ちでしたが、塩分濃度が低いと普通に腐るんですよ。ちょうどいい塩分濃度にしないといけません。入れていきましょう。これで 2,30 分つけて、そっからね、干物にしていきます。はい、それでは2時間が経過しました。テングハギで臭すぎて着替えてきたわ。ちょっとね、2時間はつけすぎた可能性がありますね。だいぶ水分が抜けてる。あ、臭くない、いいね。そしたらね、こいつを干していきましょう。よいしょ、ここにね、干していきます。普通日本だったらね、これ外で一夜干ししたらちょうどいい感じになるんですけど、沖永良部島は湿度が高くて一夜干しだとね、いい感じにならないんで、部屋でガンガン除湿して干していきます。そしたらエアコンをフル稼働させていく。除湿でいいか。いや、冷房にしよう。それでは乾くまでしばし待っていきましょう。はい、というわけでですね、あれから3日ほど経ちました。多分食中毒だと思うんですけど、なんかめっちゃ体調悪くて放置してました。腐ってないといいですね。はい、ということでちょっと怖いんですけど、開けていきましょう。こんな感じですね。黒い。ハエはたかってないんで大丈夫そうですけどね。見た感じ腐ってなさそうですね。まあ最悪腐ってたとして、そもそも食中毒当たってるから、もう今から当たってもいいよ。あー全然大丈夫。とはいえですよ、問題はこちらですよ。ドン、塩漬けです。3日間も当てるもんじゃないからな。どうなってるんだろう。うわ、買った、カッチカチやん。買った、これイスズミですね。じゃあテングハギを見ていきましょう。うわ、硬い。こっち、うわ、薄っ、めっちゃ薄くなってる。全然物がちゃうやん。あ、ちょっと塩が決まりすぎな感じするね。めっちゃ薄くなってますよ。こっちが塩漬けで、これが一夜干し、もう3日干してるんだけど全然違いますね。わ、これいけるんかな。どうなの、辛くなりすぎてそう。まあ、世の中間違えて放置されたところがね、資源の食材もありますから、これもちょっと楽しみにしていきましょう。とりあえずこの塩漬けからいきましょう。これ友達の家で出してもらった時にめっちゃ美味しかったんだよ。硬い。完全に保存食じゃん。もうハムでしょ。見て見て見て、油がすごい。このままいけないかな。さすがに危ない。もう腹壊してるからいいっしょ。ハムみたいな感じでね。あ、辛そう。いけるいける。さて、3日間塩漬けしたイスズミ、これがいけるんやったらサバイバル下で保存食が作れるもん。おお、辛、これは辛すぎるな。これあんまり塩食ってるのと変わらないですね。魚の味がする塩食ってるみたい。うわ、辛、やはりこいつ一筋縄でいきませんね。超辛い。こうやって一口サイズに切っていって、そっから茹でて塩抜きをして食べるんですよ。これがめっちゃ美味しかったもん。で、これはもう保存食ですね。で、今度はテングハギね。硬い。硬い。これもちょっと食べてみたいな。テングハギは怖いな、処理が甘いから。でも食べてみよう。魚によって味が違うのか。うまいんだけど、魚自体の味がね、めっちゃ濃いんで、近いもので言うとサラミみたいな味してる。これうまいぞ。俺好きやわこれ。つまみにめっちゃ辛っ。薄いとこめっちゃ辛い。やっぱ魚によって全然味が違いますね。イスズミはちょっと匂いが出てたんだけど、こっちはね、なんか旨味が凝縮した感じ。皮を取った方がいいのかもしれない。それか個体値が良かった可能性もある。はい、そしたらお湯で戻していきましょう。ちなみに僕が聞いた話では2回茹でると聞きました。めんどくさいで1回にします。うわ、これ美味しかったなぁ。イスズミもドン。セット。すっごい楽やな。今どんぐらい茹でればいいやろ。よし、いいんじゃないか。皆さん、これなんでこんなことしてるんやと思ってると思うんですけど、冷蔵庫がない時代は魚は保存できないですからね。塩蔵しないと。さて、次は3日干しですね。3日干しっていうと美味しくなさそうやな。で、あんまりね、いっぱい食べると塩分過多になっちゃいますから、こんぐらいで焼いていきましょう。これで焼きましょう。で、次テングハギですね。テングハギはこんな感じで焼いていきましょうか。オッケー。はい、そしたら焼いていきましょう。イスズミ、テングハギ。やばい、めっちゃいい匂いする。これがイスズミの匂いか。本当に、うわ、すごいな。よし、完成です。いいね。今日はさすがに米がいる。よし、熱っ。はい、それでは完成しました。いただきます。
ノンアルから。そしたらですね、大本命イスズミの塩漬け、こちらからいただいてみましょう。なるほど、辛いな。じゃあ天狗ハギもいってみましょう。あ、天狗揚げの方が全然辛い。皮あるかどうか全然違うな。で、天狗揚げの方がね、なんかうまいわ。でもこの天狗揚げ、うまみ爆発してる。でね、これなんやろうな。マジで米に合うし、なんか日本酒とかに合いそうですね。これね、俺山口県の頃にね、よく食べてたクジラの干物があるんですけど、それに近い味がしますね。もう、わからんよね。でも、うまい。うん、あっこ。ご飯とめっちゃ合うわ。いいね。イスズミよりね、なんか天狗ハギの方がうまいです。全然天狗ハギの方がうまい。今まで天狗ハギを美味しいって思ったことはあんまりなかったんですけど、この天狗ハギうめえわ。そしたら幸せも行きましょうか。じゃあいただきます。ちょっと待って、マジか。想像を超えてきた。今イスズミの干物を食べたんですけど、ほんまにうまいぞ。マジか。イスズミこんなポテンシャルあるか。イスズミって独特の香りがあるんだけど、この一夜干しは独特な香りが消えてるっていうか、いい感じにマッチしてる。油がすごく美味しい。これめっちゃうまいぞ。しかも食感もふわふわ。やばいな。いい居酒屋で出てくる干物よりうまいかもしれない。びっくりだな。で、食べさせてもらったやつより自分で作ったやつの方がうまいわ。こんなうまいと思ってなかった。ちょっと衝撃だな。じゃあ天狗ハギ。天狗ハギは普通ですね。逆に一夜干しは普通やな。かもなく不可もなくみたいな味してます。とりあえず腹減ってるから米かき込もう。うまっ。やばい、これめっちゃ米と合う。スズミめちゃめちゃうまいじゃん。うまっ。もう塩漬けもね、確かに美味しいんだけど、一夜干しがず抜けてる。えぐい。あー、一夜干しも美味しい。美味しいな。うまっ。これはうめえな。ご飯が足りんかった。やばい、床が抜けそう。あー、最近晩酌のね、動画を入れたりしてるんですけど、俺は気づいてしまったんだ。晩酌するんやったら、もうこの動画で夕飯まで済ましてしまえばいいじゃんと。もう今日俺夕飯食いに来てますからね。うん、じゃあ晩酌ついでに最近の話でもしようかな。うん、まあこれお酒入ってないんだけどね。1月23日にね、マサルの工場オープンしたんですけども、結構ね、ぐわーってやったんですよ。あのね、もう本当にね、いろいろオープンまでにね、タイトで、まあもちろん動画編集もやばかったし、まあ、昼の3時ぐらいから動画編集始めて、朝2時ぐらいに終わるやろうなとか思いながら動画編集カタカタやってて、朝9時になって従業員のみんながね、出勤してきて、あれマサルさん早いっすねって言ってるんやけど、いや俺まだ帰ってないから話をして、昼の1時ぐらいまでまた編集してて、そこから仮眠取ってまた編集してみたいな。でもうギリギリで動画出してたんですけど、で工場もね、結構ね、ほんまにギリギリで、オープン1週間前ぐらいに夜光貝切ったものと香草バター合わせたもの、もうこれ焼くだけでバター焼きできますよっていう商品、これめちゃめちゃ美味しくて販売しようっていうことで、バターもね30キロぐらい買ったかな。夜光貝もね多分ね40万円分ぐらい買って、一口サイズまでカットしたやつをブワーって作ってたんですよ。作ってて、で1週間前ぐらいにそのバターを作るのセントラルキッチンと契約したんですけど、衛生管理のコンサルの人から、いやちょっとマサルくんが契約してるセントラルキッチンは衛生管理的的にまずいですね、だからバター使えませんよふうに言われて、30万円分ぐらいの夜光貝が切られた状態で冷凍庫に眠ってます。でもうどうせ販売もできないから、もう食べるしかないじゃん。食べるしかないから、もう俺がめっちゃ食べてるんだけど、そのバター焼きで、でも俺日本で一番夜光貝食ってると思う。そんな悲しい事件もありながらね、毎日夜光貝食べてます。はい、マサル何食ってるんやろうな、登録者170万人のやつ、どんな食生活なんやろうなってみんな想像してるかもしれない。夜光貝や。はい、それではごちそうさまでした。イスズミうまいね。想像を超えてきた。まあ、ただね、イスズミも天狗ハギも草食の魚なんで、おそらくね、冬場しか美味しくないはず。夏場ね、めちゃめちゃ臭くなるし、油も乗らなくなるんで、夏場のね、イスズミで一夜干ししたらどんな味なんやろうなっていうのをね、また夏にね、やってみたいなと思います。これはもう実験ですよ。これ夏うまかったら夢しかない。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。